吉田さん、そして億万長者合宿裏の皆様、こんにちは。速稼塾の久保です。確かにね、感じる力ってむちゃくちゃ大事だと思うんですよ。よく言われますよね、考えるな、感じるんだっていうふうにね。これブルース・リーの言葉だったと思いますけども、いろんなところでこの言葉って出てきます。思うにですね、第一感情っていうのはまさに感じることだと思うんですよ。例えばインターネットで売り上げを上げた、すごいって感じるんですよ。で、第二感情っていうのが出てきます。これが自分のおそらく理性なんではないかなと思います。まあでもこんなん続かないよとかね、まあ所詮この程度かみたいな感じで、せっかく第一感情で感じたことを押し殺してしまうというかね、常識的な視点に引き戻してしまうんではないかなと思うんですよ。もう私の場合は特にですね、あるのが第一感情を増幅させてしまうんですよね。まあですから一番最初にうわすごいと思ったことがもう100倍とか1000倍ぐらいに膨らんでいくんですよ。まあ、恋愛でも同じようなことが言えまして、出会った人にものすごくね、わこの子大好きだわと思ったら、もうね他のこと見えなくなるんですよね。ものすごい入れ込んじゃうんですよ。だからもうなんていうんですかね、隅々までエスコートしてしまうって感じですよね。まあだからオーバーなんですよね、きっと私はね。何でもかんでもオーバーなんでしょうね。まあだからそのやってこれてるところもあると思いますし、ただね、自己アフィリエイトをやって、インターネットで稼ぐ方法ってやつじゃないですか。これは本当すごいなと思いましたし、あれからね、とにかく稼ぎ続けた人、稼ぎ続けてる人っていうのは、私の速稼塾の中で稼ぎ続けてる人って、自己アフィリエイトに対して私と同じように、うわ、これすごい、こんな方法でお金もらっていいのかみたいなね。全然天変地異が起きたらしいんですよ。まあでも、あ、これすごいね、まあでも、みたいな感じで、1週間経ったらもうやってない人っていうのは、稼げてない人っていうか、感受性がちょっとね、いまいちなのかなっていうふうに思いますけども、ただだったらどうすればいいって話になるんですよ。感じなかったんだからしょうがないじゃんみたいなね。というところで今回の動画の結論ですけども、感受性を磨くためにいきなり感じるってのはないと思うんですよ。で逆にですよ、逆にこの人はどこに感じさせようと思って気を使ってんのかなっていうふうにアンテナをちょっとね高くして、見る人見る人に気づいてあげる、気をつけていくっていうことを繰り返していったらどうかなと思うんですよ。まあ、例えば男性でも女性でも、ここはちょっとこだわっておしゃれしてるんだみたいなところがあったり、まあ、昨日はねヘアカット行ってきて今日はヘアスタイル違うんだよっていう方もいらっしゃるかもしれません。そういうところが今日出会う人の1人2人3人にね、どこにこの人は違いがあるのかなとかね、どこにこの人は自分なりのこだわりを表現してるのかなってことをなんとか見つけてみるみたいなね、まあ、そんなことをしてもいいんではないかなと思うんですよ。そうするとね、感じる力とか気づく力ってものすごく磨かれていくと思うんですよ。どんなご飯が出てきても食べたら終わりじゃなくて、あ、これ器結構いいのを選んでるよねっていう風になってみるとか、さすがにここのお料理ってのは、定食ってのは小皿が3つもあってすごいねとかね、たくあんも単なるたくあんじゃないなとかね、なんかいちいち気づいてみるみたいな、いちいち感動してみるとか、そういう風なことをしたらどうかなと思うんですよ。まあだからといってね、稼げるようになるかどうかわかんないですけどね。まあ私の場合は自己アフィリエイトをやった瞬間にもうこの道しかないと思ったわけなんですよ。ね、不思議なことだと思いますよ。私はもうどこまでも自己アフィリエイト一番最初にやった時の感動とかね、自分の常識が転換していくところが、なんかね、この体の中で何かね、音を立てるような感じですね。バリッバリバリッみたいな音を立てるような感じで、今までの人生は何だったんだみたいなことを私は思いました。そのぐらいね、オーバーじゃなくてそのぐらい感じたんですけどね。まあですんでね、稼げる人ってのはこれだと思うんでしょうね、きっとね。だからこれだと思ったらそれをね、大切にしてもらいたいと思うんですよ。どうせっていう言葉を使わないことかなと思うんですけどね。では行ってらっしゃい。